あとは、先ほどの、空撮の映像を効果的に使っていこうかなと思いますので、このあたりからちょっと映像を見ていきましょう。はい、マーカー打ちます。もう一遍いきましょうか。このあたりから再生して、ここで、次の頭、ポン、戻した。はい、入った。もう一遍終わったって感じでいきましょう。今適当に打ちました。マーカーを打ちまして、ビデオ素材。ビデオ素材のこの首都圏空撮、これ使いましょうか。この絵がありますよね。これをこっから使っていこうかな。で、今このタイミングの中でマーカーのところにジャンプしていって、この部分、ここで選択してカット。次、ここをカット。ここは最後はここで縮めるというやり方ですね。これ縮めていきましょう。で、この部分をリフトしてあげると、はい、曲に合わせて、よいしょ、大画面で見てみましょう。はい、で、曲に合わせてタイミングよくね、このイメージの映像が入ってくるという感じ。はい。で、これだとちょっとね、イメージの映像っていう割にはなんかニュースっぽくなっちゃうんですよね。なんかカラーだしどうしようかなっていうことで、この色補正とかで、ね、モノクロームっていうのはあります。でも色補正だとこうセピア色っていうのにすると昔のね、ノスタルジックな表現になりますし、単にもモノクロにしちゃえと。はい。こうすると、この効果が投げ込んだ瞬間にですね、このように、イメージっぽい映像になってくると。はい、こうすることによって、いわゆる現実の世界とイメージっていうのを色付けをしていくと。これは先ほどもうすでにヒントがございました。このようにですね、イメージの映像、スローモーションになってますが、このスローモーションの映像、それからライブの映像といったものをこのように区別していくっていうね、こういった表現としても非常に面白いと思います。なので冒頭の部分、これも一番最初はブラックの画面からいきなり入ってくる。でもいきなり入ってくるよりかは、例えば切り替え効果のオーバーラップでこうふわっと入ってきて、これは最初のイメージに合わせてフィルター効果でモノクロームに入れておこうと。で、そうしますと、再生してみてみると、はい、ふわっとモノクロで入ってきて、で、あとライブの、シーンが曲の始まりですね。この後、リズムが入ってきました。で、まあ、こういったところで、いわゆるその効果が出てくると。いったところですね。まあ、かっこいいそのプロモーションビデオの、作り方といったところで非常に効果的な部分じゃないかなと思います。あと、これはですね、まあ、これは意図されてかどうかわかんないんですが、私が非常に気に入った部分がありまして、ここはちょっと皆さんにご紹介して、こういったのはいいかなと。例えば、ライブのシーンとこの非現実のという、こういうシーンですね。が、合わさる瞬間、例えばボーカリストのこの手の振りとかっていうのがシンクロすると非常にかっこいいという位置で見ていきましょう。これ同じ振りで入ってくるから妙にかっこよさが出てくるという。まあ大体ボーカリストさん同じ振りをしますのでいいんですけど、例えばこういったところポイントになる部分があったら、これは事前に打ち合わせをして、ここは合わせるからっていうのでやっていくと、もうあなたも今日から映画監督になれるということでございます。はい、あとはですね、そろそろ時間の方も迫ってきましたので、簡単にご紹介していきたいんですが、面白い技があります。これちょっともう一つね、全く D メロっていうのは別のメロディーが出てくるので、そこだけちょっと違うシーンに飛ばしてるんですね。これをご覧になっていただきましょう。はい、今の秘密分かりましたでしょうか。どうなってたか、何が違うのか、どうなのか、もう一度見てみましょう。もう一度いきますよ。巻き戻して、ここから再生しています。大画面で私も消えます。ドローン。はい、息も出来ないくらいの激しく燃えるマジックオブラ。はい、後ろの車はすごく早回しで動いてるのに、前のボーカリストはちゃんと曲に合わせて歌ってるじゃないかと。はい、すごいですね、最近の合成技術は。なわけはない。これはどういうふうにしてるかというと、実は合成技術よりもう一歩ね、ひねってるかもしれません。スピードを変えられる、映像のスピードを自由に変えるという機能があります。そして、これはどこでやってるかと言いますと、このようにですね、
右クリック、クリップを右クリック、クリックすると、スローモーションでゆっくりした映像を作るか、ファーストモーション、速い絵を作るかっていったことが、ここで選ぶことができます。で、ファーストモーションとかでこれずーっとスピード上げていくと200%とかっていうね、倍速の映像を作り出すことができる。もっともっと速くもできますよね。で、例えばこの中で最終的にこう200%だとどれぐらいの絵の長さになりますか？当然半分の長さになります。こういった時間も見えるんですが、これはやっぱりミュージッククリップならではの演出ということで、例えば、ソナーとかでこう編集するときに、ちゃんとこうテンポをですね、倍にしてあげたいんですね。120のテンポでやってるものを、じゃあ120だったら60のテンポで、一つそういう撮影用の音を作ってあげようと。で、そのテンポに合わせて、このボーカリストさんに、こうやって口パクしてもらうんですね。歌ってもらう。そして、撮った映像を戻ってきて、この DV7 の中で200%に変えてあげる。そうすると、今のような効果ができるわけなんですね。これは意外の面白いんです。最近はこうやってこうタイムストレッチっていった時間を動かすような映像っていうのが結構コマーションとかでも流行ってますので、結構そういったことを対応していただくと面白いです。ちなみに最初のですね、このファーストモーションとかスローモーションとか、まあ、映像を逆回転させたりとか、そういった映像っていうのも実はこの中で、作ってます。はい、最終的にこうやってできたものをどうするかといきますと、これはタイトルをね、入れてあげようかなと思います。タイトルも先ほどのようにどっちからどういうふうに出てくるかっていうのを選べますので、例えばトラック1にこっち、トラック2にこっちっていうふうに合わせて、ここはちょっと見てみましょう。はい、今出てきて、はい、両方に今逃げていきましたよね。くる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 と、はい、これは1つは右へスライドアウトする、1つは左へスライドアウトするっていうタイトルを作って、両方合わせてあげるとこのような効果を作ることができるというわけです。もちろんテロップとかもこれは2つありますので、1つはずっと歌詞を出しながら、1つは例えば曲のタイトルをずーっと流すかね、このようにずーっと後ろ背景に入れておこうとかって、こういったこともできます。はい、さらにはですね、よいしょ、再びちょっと私の画面に戻りましょう。この EC1 の中にマイクがありますので、このマイクで簡単にナレーションとかを、入れてあげることができます。ナレーションの入れ方は、非常に簡単です。まず画面の方をご覧になっていただきましょう。画面の方でここにですね、ナレーションというボタンがあります。このナレーションボタンをピッと押していただきますと、もう自動的にこのトラックさんにレコーディングできる状態になってます。そして、コントローラーのここにインプットレベルってあるので、これでまあ適切なレベルで、合わせていただいて、あ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 、こんな感じでレコーディングしています。